配布とは、麻雀のツモや打敗などの動作、点数の特質などを記録したもの、野球のスコア、囲碁、将棋の寄付などに相当する。麻雀は中国で発祥したが、純粋に偶然性によって左右される賭博として捉えられていたため、麻雀の戦術に関する研究があまり進んでおらず、各局の動作を記録するという習慣がなかった。そのため、 マージャンの戦術に関する研究は日本で発達したものであり、その一過程として各局の動作を記録するようになった。かつてはスズメフとも呼ばれていたが、現在では配布にほぼ統一されている。競技マージャンなどでは各プレイヤーに一人ずつ記録者が月配布を記録する。積もってきた範囲は記録者によく見える位置の手配の上に横向きに置き、記録者が記録を取る時間を考慮し、 一呼吸前を取ってから次の動作に移るのがマナーとされている。以下に配布の一例を示す。一行目は曲名と席順、プレイヤーの名前、点数、ドラが記載される。ドラはドラ表示牌のように次の牌ではなく同一牌で示す。二行目はハイパイである。親なら14枚、子なら13枚である。三行目はツモパイである。例外としてポンチー。 大民間の時はその時に取得した竹の打敗。また前の順に館をした時は、霊場パイである。また親の一順目は空白となる。ポンチー館上がりの時は、灰の上、または下にその胸を表記する。またつも切りの時は分かりやすくするために、下向きの矢印のみを書く。つも切りかそうでないかが、戦術に大きな影響を与えるからである。四行目は打敗である。館、または、 つも上がりをしたときは空白となる。ただしつもパイでないパイを暗換、または、過換した場合は、換したパイを打牌の欄に書き、その下に、かと表記する。また、ポンもしくは、大民間によって、つも順が飛ばされたときは、その順目のつもと打牌を空白にする。リーチをかけたときは、牌の下に、リーチと表記する。その打牌で放獣したときは、牌の下に、打ちと表記する。 5行目は最終形である、ポンチー管及び上がりの時は、灰の上、または下にその胸を表記する。また、ポンチー管したメンツは一番右側に寄せて書く。プロの公式戦では、蒸気のようなフォーマットの用紙に、係のものが記録する。その場合、速記が必要となるため、簡略化されている。詳細は、財布記号を参照のこと、上で例示した配布は一人だけのものだが、 四人全員の配布を、あずまや南家西家北家の順に上下に並べ、一局の全員の爆だと点数の動きがわかるようにしたものも存在する。また上下に並べるのではなく、四人が実際に卓を囲んでいるように正方形に配置することもある。この場合は、ハイパイ、ツモパイを省略して、ダパイ、最終型のみとする。また、ダハイも横一列ではなく、 実際の卓上の皮に打牌を並べるときのように6枚から9枚で下の段に移ることもある。豆腐層やハンゲームなどのインターネットマージャンソフトウェアでは配布が自動的に記録される。専用の配布再現ソフトを用いて実際にプレイしているときのように自動的にバックダが進行する。科学するマージャンの著者である突撃東北はバクダのデータによる戦術研究のために ウェブサイト上で上級者の配布を募集、公開している。ありがとうございます。